エンゼルス大谷翔平投手28が21日日本時間22日本拠地ツインズ戦に3番投手指名打者でフル出場。投げては6回99球で2安打1失点9奪三振と好投を見せたが同点で降板したため6勝目はお預けとなり、打っては3打数1安打1四球だった。チームは7回に勝ち越して逆転勝ちし25勝23敗の貯金に、ツインズ3連戦は2勝1敗で4日の敵地カージナルス戦で3連勝して以来5カードぶりの勝ち越しとなった。勝ったで勝ったー、よし、おお、勝ったで、やったぜ、さすが、よしよし、お疲れ様やで、エステベスさん、夏久しぶりの勝ち越し、サステベス、ナイスゲームやで、珍しくいい勝ち方できたな、やったぜ、貯金さん、ツインズに勝ち越せたの早えな、ストライク投げれる素晴らしさ、何事もなく勝ったわ。大谷に勝ちつかなかった以外は満足。今年のエンゼルスってもしかして強い、よしよし勝ち越していけ、エステベス最高や、なんか普通に強い野球してたな、まるで強豪チームみたいだ。ツインズに勝ち越しはでかいやろ、明日から多分2連敗やし、これが中地区1位か、久しぶりのカード勝ち越しか、ちゃんと大谷の力投に応えるチームええやん。